菅氏出馬正式表明、安倍路線を継承。菅官房長官は昨日、安倍総理の後継を決める自民党総裁選挙への立候補正式に表明しました。経済政策を含めた安倍政権の基本路線を継承する考え示しています。これで総裁選は、菅官房長官、岸田政調会長、石場元幹事長の3人が争う構図固まりました。 菅氏は岸田、石破、両派を、両所を除くですね、両派を除く党内5派閥から指示を受け、選挙戦を優位に進めることが確実な情勢となっています。菅氏出馬の理由について、安倍総裁が全身全霊をかけて進めてこられた取り組みをしっかり検証し、さらに前に進めるために、私の持てる力を全て尽くす覚悟だと述べました。 また、新型コロナウイルスの対応に関しては、感染拡大の防止と、社会経済活動の両立を図り、雇用を守り、経済の回復につなげていかなければならないと語っています。この菅官房長官ですが、えー、これ、ど、あの、藤井さんはどういう印象をお持ちですか僕はね、はい、あの、安倍内閣の最大の問題は、腐敗だと、ょっと主張してたんですね。は 半年ぐらいですかね。ええ、だから安倍内閣は一日も早く終わらなければならないと。となぜならば腐敗した政権が続けば続くほど国益が既存していくからで、はい、誰でもええので他の奴がやらなあかんと。<ー>その腐敗を止めるために、腐敗による国益既存、はい、あの国家破壊というのを止めるためにやめるべきだとこう言ってたんですが、はい、で、安倍内閣、安倍さんが辞任するということでそれは喜ばしいことだと僕は思っていたんですけど、 最悪の事態ですよね。はあ、そうですね、うん。あの、この菅さんが総理になれば、ええ、まだ選挙結果は当然わからないとはいえ、ええ、なぜかというと、<え>その、官邸というのは一つのシステム、マシーンなんですね。はい。えー、その官邸マシーンそのものが腐敗をしてるんですけど、ええ、その腐敗をそのまま引き継がれるのが、この菅さんだということになるんですよね。ええ、で、菅さんが勝つということになれば、 各総理大臣が変わっても、その腐敗そのものが継承されるんですよね。はい。だから、あの、僕の耳には、安倍路線を継承ということは、安倍腐敗を、そのまま継承すると言っているのに等しいので、はい。ま、幾分、変わることはあるのかもしれませんけど、基本的に、しっかり継承するとおっしゃってますから、しっかりと安倍さんの腐敗を継承させていただきますと、おっしゃったのに等しいので、はい。 さらにその腐敗が進んでしまうと、いうことで残念ですね。はあ、でしかも、さあの、うん、官邸腐敗とおっしゃいましたけども、うん、官邸のスタッフが変わっても、やっぱりそれはあんまり変わらないものなんです、ね、そうですね。あの、スタッフはい,いく、幾分変わるでしょうけども。いく分なんですかええー、まあそこのね、官邸の、要するにあの、化け物的な、ケモン官僚がね、え、ま、つモンスター官僚がいますから、ええ、それ自身がもう腐敗して、 いうのはもう、これはもう週刊誌を見れば、すぐわかるというか、別に週刊誌 <laughs>、週刊誌が今そういうことをね、腐敗ぶりを報道しているので、で、週刊誌以外はなかなか報道しないから、腐敗ぶりが見えにくいという意味で週刊誌ということを言ったわけですけども、 それが引き継がれるというのは非常に残念ですよね。これ、腐敗っていうのはなんか硬直化してしまってるってことですかそうですね。えー、あのー、権力が集中をし、はい、その集中してしまった権力ゆえに、そこについてる人物の、お個人的事情、まあ、<ー>あのー、私有化、はい。なんて言われる言葉がありますけど、まあ、それが包むということですよね。えー、で、いく分官僚は変わるんでしょうけど、ええー。あのー、 腐敗というものは特定個人のね、それこそ今井という個人であったりとかね、佐伯という個人に、えー、宿っていたりとかするんですけど、あのー、構造そのものにも宿ってますから、えー、これは非常になんか、あの地獄のような日々がまだ続くなという印象が僕にはありますね。で、さらに、菅さんの恐ろしいところは、いわゆる、えー、っと、日本政治の腐敗の、 ゴンゲる特定のね、はい、あの、維新政党というところが、あこれは人にそれぞれいろいろあるとは思うんですけれども、あのー、そういうところとも非常に関係が深いということがありますから、ええ、あの、危惧として申し上げると、さらにその、腐敗が、はい、えっと、拡大、拡散していくと、ええ、いうことも考えられますね。はあはあまあ、本人は先ほどもお伝えした通りですね、感染拡大の防止、新型コロナウイルス、社会経済活動の両立を図り、雇用を守り、 経済の回復につなげていかなければならないと、まあ、語ってはいるけれども、うん、それとはまた別にということなんですねですあの。安倍内閣というものは何だったかというと、はい、そういう建前を言いながら、それとは正反対のことをするという構造そのものですから、はい、その構造を継承するということは、やはり建前でそう言いながら、うん、水面下でそれとは真逆の新自由主義的な多国籍企業だけを優遇し、はい、あの国民の幸福を既存していくような、はい、ああ、富を集奪していくというような、はい、そういう腐敗した、 政治が展開していく。寄付を僕は。 感じますね。えそれは、その腐敗の原因というのは、やはり長かったっていうのがあるんですか長かったかです。7年8ヶ月というのが、やはり長いっていうのは、いいのはまあいい部分もあるんでしょうが、外交面とかね、うん、そういったところはいや、まあ外交だって腐ってるわけですから、かだってロシアとの関係改善したんか、韓国との関係改善したんか、北朝鮮との関係改善したんか、うん、アメリカとの関係が改善したかっていうと、すべて悪化しているわけですから、うん、アメリカとの関係においては冷属関係がより進行し、北方領土もダメになり、韓国関係は非常に 問題が生じてき、で、あの、拉致の問題っていうのはもうより一層深刻化してるわけですから、<ー>その路線を継承するということはマイナスのベクトルをさらに拡大していくということにま。まあ我々素人が見るとですね、例えばアメリカトランプ大統領とね、安倍アベス理リは仲が良かった。だからなんとかなるんじゃないかとか期待を抱くけれども、まあ違った見方をすればそうじゃないそうってことなんですね。仲が良い,いということは結局どういうことかというと、えーはい、冷蔵化を助長させたっていうことですから、えー、いや、それを こそあの、アメリカの新聞記事はね、はい、アメ、あの、日本の安倍総理のことを最初は、星だから警戒してたんですよ。保守、はい、星ということは、アメリカの国益ではなく、日本の国益を優先するのではないかと警戒をしていたんですけど、今、ものすごく褒めてるんですよ。なぜかというと、日本の国益よりも、アメリカの国益を優先したからなんですよ。はい。ええ。藤井さんね、でもこれ、総裁権、総裁選を見ると、うん、ま、現実を見ます。これ、どうしてきゃいいんだ ということですね、有権者は、ね。自民党の皆さんが決めることで、はい、かつ有権者って国会議員で、はい、かつ国会議員は日本の国益よりも自分の立ち位置のことを考えて、はい、派閥の決定を裏切ることで自分の就職活動が厳しくなることを危惧してますから、はい、だから要するに反社会勢力たちの構想と似たようなことですよね。えー、日本の国益よりも自分の立ち位置。うん 反射のグループのようなもののように、ええと、あの、力学と類似したことが進行するように僕には見えますね。はあとなるとこれは、あの、藤井さんの今のお考えからするともう変えるしかないということなんですね。でもじゃあ、ね、その変えるためにはどうしたらいいんだってことですからね。変わらないですよね、はあ。しばらくはということですか。派がこを決めましたから。はい。う 自民党総裁選は岸田え、えっと、政調会長と石破元幹事長、そして菅官房長官の3人で争われる構図が固まりました。 えー、憲政史上最長7年8ヶ月の安倍総理が、持病の海洋性大腸炎の悪化を理由に辞任を表明しました。まずは藤井さんはこのあたりをどう受け止めてますかうん、安倍さんの辞任ね。はい。はい、まあこれは僕は上司なので、はい、あの、まず最初にね、もう、定型的に申し上げますけれども、はい、本当にね、あの、長い間お疲れ様でしたと。はい。以前ね、内閣官房参与、うん、されていました。それはまあ、礼儀として、はい、あの、僕は上司だったので、6年間。はい。あの、それをまず申し上げたいと思うんですが、それはちょっと、うん とさておきますよ、はい、さておくんですが、えー、なんかこれを言わなあかんっていう感じがねなんかわーって今広がってねたい安倍さんやめてくれ」みたいな人多かったですよね。あ<ー>でね「3割も支持しとるんか」と「はい、どないやねん」と「支持率でね」「はよやめろ」みたいな声があってね、はい、いろんな人言ってたのにね「えー、やめる」ってなった瞬間に「お疲れ様でした」って言わなあかんからね「お疲れ様でした」って,聞いてる言ってるうちにね、えー、それ聞いてるうちにね なんか、安倍さんで、なんか、ありがとう、みたいな、そこはかとない空気が漂ってますよね。はあはあ、どないやねんと。いや、よかったな、やったやろと。僕は上司だから言いますよ。六、はい、6年上司だったんですから。はい、そんなもんね、一縮一般の恩義があるわけですから、そのお疲れさんでしたぐらい言いますよ。えー、お前ら、お前らってね、えー、<laughs> お前上司でも何でもないやないかと。はい、何がお疲れ様や、そんなもん、みたいな。はあ、やめろ、みたいな感じで言ってたら、ね、はい。 ちょ、な、んやねんと。いや、ときて、あかん言ってたのに。はい。で、気分かと。ええ。いや僕はね、そ、そいつらに、そいつらは言って、聞いてる人もいるか入ってるかもしれませんけど。そこがちょっとイラっときますよね。ああ。やめたらええ人かと。はい。ええ。総理大臣の責任はどう、ええんかと。はい。めちゃくちゃやったわけじゃないですか。うん。増税してね、5パーから十パーにしてですよ。二回ね。そうですよ。はい。ええ。 それで、商品ガンガン冷やしてですよ。はい。思て財政再建だっつって。ええ。経済再生なくして、財政再建なしで、経済ボコボコにしてるわけでしょ財政再建したらいいんかっちゃじゃないですか。はい。切れろよ。ええ。なんで、ありがとうって、どないやねん。おかしいやないか。もう、この日本人のこのね、なんちうか気分だけのね、居酒屋の、なんか一気一気とか言ってるノリか、この日本の国民は。あああ。大嫌い。え、大嫌い。 いや、嫌いやったら嫌いって言えよ。いやいやねえ。何ありがとうな感じになってんね何か日本ってそういうところはありますよね。いやいやもう嫌い、もう嫌いだってこれ政治なんやから。ああ、そうか、政治なんですよ。そうそうそう。なんかこれね、あの、アイドルグループとかスマップありがとうとやったらええですよ。え、AKB48 やめのありがとう。それはいいですよ。キャンディーズやめの悲しいって、それいいですよ。政治家や、今喋ってんのは。ええ。 僕らの運命を決める人や。ね、命、キ<ャ>命ですよね。チーズとか、はい、ピンクレディの引退と違うね、えーえー。古いな、随分。<laughs> まあいいよ、それは、えー。はいはい。えー、そうです。<laughs> まさに、えー、言われてることはわかります。<れ> 政治は違う。もえちゃんじゃんしつこいな、俺も。ええー。はい。まあ、しかし、あの、安倍総理がお辞めになって、安倍総理の後継決める自民党総裁選の日程が正式に決まって、8日告示、14日、都内のホテルで投開票を行われます。菅官房長官、岸田あ、えー、さんと、あと石破元幹事長ですね、この主張する理念や経済政策を簡単に見ていきます。アベノミクスによる大規模な金融緩和に関しては、三氏とも、三人ともですね、 え、継続を求めると。え、そして、優位と言われている菅氏は出馬を表明した後、第一次安倍政権で総務大臣として、ふるさと納税を成立させたこと、また官房長官として、え、外国人観光客の誘致拡大、あと農産品の輸出促進に取り組んだこと、この実績をアピールしました。 とこうした取り組みも地方経済をもっと元気にしたい。その思いからだ。この思いも今後も変わらない。私が取り組んできた縦割りの弊害をぶち破って、新しいものを作っていくとも述べているということなんですかね。うん、これ、関さん、あ、失礼、菅さんの、お、うん、主張です。主張なんでしょうけど、別にこれパッとしないですよね、はい、全部ね。小<ー>ネタ満載ですよね。はい。やっぱりその大ネタで消費税を5%にするとか0、0%にするとかね。はいえー あのー、予備費の、予備費の受注に全部使って、第三次補正予算もやって、はいえー、日本がデフレ脱却、コロナ禍の中でもデフレを脱却して、ええ、あの失業率を上げないようにするような取り組みを徹底的にやるとかね、うん、言うんだったらわかりますけど、何も言ってないですよね。これ、はい、めちゃくちゃネタじゃないですか。ふるさと納税って。はい、外国人観光客の有事隠れてコロナ来るだな。あー そうか、そこにつながって、ね、外国人観光客でコロナ広がったねこっちは。えー、続いて、岸田さんですが、財政規律強調です。うん、政調会長として党内に財政再建を検討する組織を設置していました。うん、新型コロナ対策で当面は思い切った財政措置が必要と話しますが、うん、著書では政権の指針が財政健全化に向かっていると示し続ける必要があると書いています。示し続ける。ねうん、示し続けるですね。なった瞬間にもう言うわけですよね。 はい、続ける。だ、わけですかね、えー。中間層への手厚い支援を通じて格差を解消する努力をせね、せねばならない。とは言ってるすも財政健全化するんでしょはい。だから財政健全化っていうのは、はい。えっと、財務省と国民がいたら、はい。はい、国民からお金を取って財務省に金を入れるっていうのが財政健全化ですからね。政府の借金を減らすというね。うん、中間層への手厚い支援をしないで、はい。財務省に手厚い支援したいってお前言ったんやろええー。お前。 い、やいや、ってことですよ、これ <laughs>、はい。だから財政健全化ってことは、あの、国民に手厚い支援するんじゃなくて、財務省に手厚い支援するってことですからね。はい。は はい。ま、何言ってんねん、お前。石破さんです。えー、納得と共感を掲げてます。え <laughs>、うん、総理になった場合、森友家計学園問題、桜を見る会の問題を再調査するか、え、これ、記者団に問われると、何がどういう問題であるのかの解明をまず第一にやり、必要ならば当然やると。で、政策で目立つのは、新型コロナ対策の一環で消費税減税の検討に触れているということなんですね。 石破さん。僕はあの昨日石破さんのとこで行って1時間ぐらい話して、そうなんですか。ね、ええ。で、現在の話もしす。まあ言えること言えないことありますから、まあ喋、はい、らないですけれども、ええ、当然ながらお考えなわけですよ。お,<う>お考えです。そこは藤井さんと考えば いやだから僕もずっと一年ぐらい前からね。と、ね、いうかもう、うん、もう石破さんも七八年前からずっといろいとアドバイスさせていただいていますけどね。えー、はい。消費税減税の必要性は石破さん個人はご理解されているように見えますね。はい、ああそうなんですね。うん、えー、だって今必要なのは消費税減税だとおはよう寺ちゃん活動中でも連日申し上げてるんですけども。そうです。ねえ。 となると、まあそのあたりはまあ非常にいい感覚をお持ちの方と評価を受けんですよね。まあ最も厳しい状況なんでしょうね総裁選でしゅます。そうですね。でも地方は党員自民党員からは人気やっぱり、まあ今回の結果ねどうなるかわからないですけど、万負けはるどなたかがねまあ誰かが負けるわけですけど、これ張ったとしてもそういう消費税減税を言った張るような人に。 のプレゼンスをね示していただいて次につなげていただきたいなと僕は思いますね。